はい、酒好きな新潟人の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、ウイスキーの、これ水割りウイスキー。これどこだ？ほ？ あ、サントリーだな。サントリー、ここら辺にサントリーって書いてなかったからわからなかった。サントリーのスペシャルリザーブの、アンドウォーター。スペシャルリザーブの天然水割り。アルコール度数9%。水割りウイスキー。これ珍しかったね。なかなかね、あ、これなんだこれと思って。売ってな、初めて見たんだ。スペシャルリザーブの南アルプス天然水割りと。原材料がモルトとグレーン。アルコール度数9%。容量が 250ml。スペシャルリザーブって俺飲んだことないウイスキーですね。サントリーのウイスキーは大体まずいんで買わないんです。大体安いやつはまずいんで買わない。高ければうまいのは当たり前ですからね。そういう、系から言って、まあ、買わない。そういう、あ、やべ、氷入れてきた方が良かった。まあ、いいか。安いやつはまずい。高ければうまいけど、高ければうまいのは当たり前だから買わない。まあいいや。乾杯。案外うまい。リザーブ。案外おいしい。あら、美味しい。ちょっと、サントリーオールドに非常に似てるけど。オールドよか、まろやかになってる。かな？まろやかになってる。し、なんか、オールドよか、まろやかだし、なんかちょっと深い、味わいが深いような気はするね。そうや、見たことはあるんだよな、これ。サントリーウイスキースペシャルリザーブ。1969年発売以来、洗練された高品質ウイスキーとして幅広いお客様に親しまれているスペシャルリザーブ。味わいの決め手となるキーモルトは、白州モルトを採用しました。アルコール度数40%。値段が、700ml で2300円。美味しいけど、なんかどうしてもサントリーのウイスキーってこういう味なんだよね。こういう味っていうかこういう香りになる。で、なおかつそこまでその深さがないし、深さがないっていうか、なんつうか、コクがないっつうのか、重くないっていうか、どうしても軽くなるんだよね、サントリーって。サントリーのウイスキーってどうしてもこう、軽い感じになるんだよな。角瓶に始まり、オールドで、オールドと行き、リザーブと行き、さらに山崎と行って、どうしても軽くなるんだよね。軽いんだよ、全体的に口当たりが。口当たりが軽い。なんか口に当たった時に、こう、ドスッとくるような。重みがない。日課ウイスキーと違うのは、そこだよね。断然なんか。あと、甘さもないのかな。日課ウイスキーに比べて、甘さが少ない。
逆に言うと上級者向けなんだけど、上級者向けなんだけど、あの、上級者向けのくせに、重くないから、軽いんだよ。上級者なのに軽いんだよ。上級者向けのくせに軽いから、ん?ってなる。え、普通上級者向けだったら重いでしょってなるんだけど、軽い。え、これどっちなの?上級者向けなの?初心者向けなの?どっち?みたいな感じになるんですよ。だから微妙なんです。結果微妙になる。結果、年齢層というか、ターゲットがわけわからんところになって、はい、ダメーって、なるんですよ。うん。どうしても、これも、やっぱり、核瓶に似てるっちゃ似てるね。核瓶の方面でも言って、核瓶の系列だもんね。サントリーって大体核瓶が物語ってるよな。味としてな。非常に核瓶に、非常に似てる。味が。で、オールドもちょっと、オールドも結局核瓶に似てるじゃん。その延長みたいな感じ。で、山崎も、ちょっと角瓶に似てる、でしょ?うん。白州は全然違うんだけどね。これは白州をキーモルトに使ってるって書いてあるから、って感じだけど、でもやっぱり角瓶なんだよね。どうしても角瓶なんだよね。で、結局、角瓶なんてぶっちゃけた話、水割りで飲んでもうまくねえから、ハイボールで飲むに限るんですよ。だから、せいぜい天然水割りって、抜かすぐらいだったら山崎とかにしないと、リザーブ程度の味だと、これぐらいの味だと、やっぱどうしても角瓶の、うん。感じが残ってるんで。それだったら、いっそのことリザーブハイボールとかにした方がいいかもしれないけど、多分このリザーブは多分高級路線なんで、容量 700ml で値段が2300円って書いてあるから、まあ2000円ぐらいの多分ウイスキーだと思うけど、そういうことを考えると、ダメだ。個人的に角瓶の復刻版角瓶はむちゃくちゃうまかったけど。あれなんであんなに美味しかったんだろう、復刻版角瓶。異常なほど美味しかったな。復刻版角瓶に勝てる、ていうか今んとこサントリーでさ、ウイスキーで一番前のさ、復刻版角瓶なんだけど。本気で。今んとこストレート飲んでさ、いっちゃうめえなって思うのは、復刻版角瓶。時点で、時点で、もうだって時点がもう見当たらないもんな、ストレートだと。時点がもう見当たらないんですよ、サントリーのウイスキーって。山崎もストレートでも飲んだらクソまずかったんで、これもどうしようもないし、白州もまずかったでしょ。あ、響きは高いんで、もう、除外で。もう当然響きはもう入ってます。響き17年俺飲んだからね。響き17年は、まあ当然濃度。まあ、多分1位が響き17年でしょう。間違いない。それは間違いないですよ。まあ高いからね。だってあれ、フルボトル1万円するからね。高すぎるわ。でもやっぱ復刻版角瓶めっちゃうまかったなぁ。まあまだあるんだけど。まだほとんど飲んでないんだけど。そういえばよく考えたら角瓶の俺まだ買って飲んでないけど。あれがある。プレミアム角瓶だっけ。プレミアム角瓶がある。そういえば。
そういえば、プレミアム角瓶があった。プレミアム角瓶。そう、プレミアム角瓶は俺それ買ったんだけど、飲んでないよ。多分、いつ買ったか覚えてないけど、半年ぐらい前か。それより前に買った。いや、半年前ぐらいか。プレミアム角瓶は、買ったんだけど、まあ、飲んでないんだけど、多分、復刻版角瓶よかまずいと思なぜなら、たかだか角瓶をプレミアムにしただけなんで、所詮はその程度なんですよ。復刻版角瓶っていうのはもともとほら、角瓶ってもともとほら、昔ながらの角瓶ってやっぱり美味しかったらしい。っていう話なんで、やっぱ昔の味には勝てないんですよ。現在の味は。そういえば復刻版角瓶俺どこ行ったっけと思ったら、ああ、あるな。ここにあるわ。そこに置いてあるわ。こに置いてある。そこに置いてあるんで、まあ、今度また いつか飲みますけど。いや、もう今飲んでもいいな。このノリノリな。あれでも飲んでもいいな。ほこりかぶってんもんな。おっと。復刻版角瓶。度数が43度。これ値段いくだ？多分、スペシャルリザーブと変わんねえぐらいだと思うね。プレミアム角瓶って。いくら？アマゾンだと2151円ってなってますね。3件のカスタマーレビューで、5つ星のうち3.7。微妙だな。3.7、3個しか入ってない。これ、ゴミじゃないの？これ。4つ星が2つと3つ星が1つ。ゴミじゃないの？これ。ゴミ角瓶か、これは。まさか。ちなみにサントリーのウイスキーの通常の角瓶が Amazon だと1467円。高っ。むっちゃ高いやん。スーパーだとだいたい1100円とか1200円で売ってるだろ。200円以上高い。で、復刻版角瓶はないのかな？ないっぽいね。まあ、角瓶はね、まあ。角瓶は、72件のカスタマーレビューで4.3。4.3星。っていうことは多分、プレミアム角瓶の方が下手したらまずいんじゃないか。下手したら。でも俺サントリーオールドとかあるけど、ロールド俺は別にいいなって感じだね。なんか微妙なんだよね、オールドって。だるまですけど、微妙。なんかこれってオールドってストレートで飲むような感じに、とか、ねえ、感じに、かん、あの、感じるけど、実際は、ストレートで飲んでもなんか、ただのアルコール臭がするだけの、しょっぽい、あんまり美味しくないウイスキー。なんか別に角瓶と大して変わんねえなって感じがするんです。多分サントリーのオールドと本当に角瓶のさ、あの黒角？
黒角瓶って何が違うのか全然わかんないんだよ。そこまでの味の違いは多分ないと。まあ、度数も43度だから同じ、黒角瓶も43度だし、多分味変わんねえんじゃねえかな。その魂胆から言うと、逆にすごいよね、リザーブ。リザーブこれ43度じゃなくて40度ですからね。これは多分違うと思うわ。同じ40度のウイスキーが、角瓶ぐらいしかないからね。そう考えるとやっぱりちょっと違う。リザーブ。バニラ。バニラの香りが心地よく。バニラの香りか。確かにバニラの香りがすると言われればするな。あ、でも結構あれだな。酔っ払ってきた。もうだいぶ酔っ払ってきた。3本飲んでるかな、今日。今日だってビール、あれ、なんだっけ、朝日のビール飲んだでしょ？で、タカラのチューハイ飲んだでしょ？もう全部連続して取ってるからさ。で、これのスペシャルリザーブですよ。これ9%でしょ、アルコール度数。はぁ。フロムザバレル。残念ながらもう、これフロムザバレルはもう、終わってしまいました。天下のフロムザバレルが。俺、フロムザバレル、俺、残ってなかったっけ？フロムザバレル、俺、残ってたような気がしたんだっけ？あれ？俺、フロムザバレル、俺、買った気がしたんだけど。ないかもしれない。やべえな、もう在庫ねえじゃん。フロムザバレルさんがもうないかもしれない。もうダメですね、フロムザバレルはもう、伝説となってしまった。伝説のウイスキーとしてなってしまった。これはもう、俺がおすすめする飲み方はまあ、ストレートではなくロックですね。フロムザバレルはロック。これは間違いない。なんて言ったって度数が高いから、度数が高いからね。度数の高いウイスキーなので、飲み方はロックです。簡単に言うと。度数が高いとやっぱりストレートで飲むとね、咳込んだりするんで。度数が高いのを飲みたかったら、ロックで飲むとだいぶマシになります。これもともとだって、フロムザバレル1800円ぐらいだったのに、これ、アマゾンだと4120円ってなってます。高すぎ。まあもうしょうがないですね。もう終売ですからね。まあ、もう多分もう売ってないでしょう。もう売ってないでしょうね。まあ、売ってたらもう一瓶ぐらい買いたいですけど。定価でね。定価で売ってたらフロムザバレルが買いたいですけど、フロムザバレルはなんと、恐ろしい、129件のカスタマーレビューで、なんと5つ星のうち4.3。ひえー。化け物か。これが日課の化け物です。間違いない。あと俺が驚いたうまいウイスキーっていうと、やっぱり余市の10年ですか。まあ値段が値段だから、余市の10年に4000円ぐらいするか。
余市の10年前。だいたい余市がうまいんだ。そもそも。そもそも余市が美味しい。確かに余市の10年うまいよな。ボーマーと迷うレベルだね。うますぎて。でも余市の通常のそのノンエイジはあんまり言うほど美味しくはなかった。2チャンネルだとすげえあの評価高いんだけど。ノンエイジ。2000円ぐらい。まあ言うてんのも、余市の10年もなくなったのか。でもやっぱり最近出た中で当たりはやっぱりブラック2巻ディープブレンドでしょ。こちらが26件のカスタマーレビューで、なんと、4.5 星、すごい。さすが。俺の評価は間違ってなかった。え？ Amazon では初号ハイニッカの復刻版が、なんかめっちゃ高いんだけど。16件のカスタマーレビューで 4.3 ってお前。これクソまずいんだけどな。あら。これはちょっと同意しかねんな。一つ星つけてもいいレベル。まあ価格的に1300円くらいで買えれば、買えて、この味は、ディープブレンドはすごいでしょ。1300円でこの味出せ。って考えると、ディープブレンドはすごいよ。まあ、個人的にもっと驚いたのは、やっぱり、あれか、ブラックニッカの、初号ブラックニッカ復刻版ですか。これですか。初号ブラックニッカ復刻版ね。これはめちゃくちゃうまい。もう多分限定だから手に入らないけど。おそらく。これめっちゃうまいね。うん。まあやっぱ Amazon だとなんだかんだでちょっと高いっすね。あーちょっと、酔いが、あれのせいか。だいぶ長いことやってますけど。ということです。ちょっとね、酔っ払うとね、大体ね、俺ね、動画が長くなるんですよ。なんか、動画がね、長くなる傾向にあるんですよね。山や。札幌恵比寿ビールで必ずもらえます、キャンペーン。山やでさ、ウイスキーでさ、すごいいっぱいあるんだよね、ウイスキーね、山やとか。むちゃくちゃ高いんだよ。ただ。ほら、2万円とかのある。税込み19,000円とかさ、どこのあれなんだよ。ボンボンなんだよって。そんなの買えるかっていう話ですよ。本当におかしいレベル。はい。ということで、唐突ながらやめます。コク
まあ、それなりに美味しいんじゃない？それなりにね。344、あ、違う、3434です。ご視聴ありがとうございました。